でも食べるは食べてますよ。食べてます。減ってない。増えてる。すごいね。4200。ここね、靴の外側の出来物だもんね、はい、中じゃなくて本当はね、だいぶ大きくなってるんだ。やりようがないから、はい、見てみました。先生じゃん、はい、じゃあちょっとね、治療に対してちょっと、まあ、これ下からちっちゃくなるってもんじゃないけど、少しでも成長いただけるように抗生症者療法をチェックします。100、はい、ちょっと治療期間し1分、うん、基本的に垂らしたりとかできます、うん、できます。レンタルケアは、
じゃあインタビューにさ、口の中の刺繍、刺繍ポテトの油巻きに弱らせる薬を出しますから、4滴より2回目の1日8滴、ちょっと口の中に入れてあげてください。それから、どうしてもこれ大きくなると弾けちゃうかもしれないね。まあ、あとはさ、お薬が飲めるんだったら、ちょっと腫瘍、抗腫瘍効果のある薬、腫瘍の成長ちょっとでも遅らせる薬を飲んでもらえるなら、お薬出してもいいんだけど、飲むんだったらずっと飲まなかったからさ、まあ1週間それも入れて出したけど、どうしましょう、そっちは。取ってないと無理なんですけど、うん、まあじゃあとりあえずお口の中のさ匂いあちょっとでも抑える薬、それはちょっと出しますね。お願いします。はい、じゃあ輸出してください。それね、でも体重増えたのすごいですね。なんか本当に年のせいでちょっと運動系なのかわかんないんですけど、ええ、最近寒いせいか外に出なくて。あ、そうなんだ。そしてうちに多分若い猫にもしかしたらテリトリーを取られたかもしれないんですけど。そうですね。まあ寝ない方がいいよね。だけど喧嘩になっちゃうから2、3時間向けにスタッフでよこせよこせってご飯を。ああ、うん、あ、そうなんです。最初にするわけですかね。今この抗生照射療法というのはさ、腫瘍細胞を、まあ、アポトーシス、自殺を促して成長を遅らせるという働きがあるので、まあ、やりそうな時の方が来てもらえれば、ちょっとは効果が期待できるかなと思います。それとじゃあ、お口の中に入れるのをちょっと、それね、こういう入れ物入れて出しますけど、冷蔵庫に入れておいてくださいね。室温だと傷んでしまう。はい、じゃあ、じゃあカゴに入れましょうか。仕事。はい、じゃあ今ご用意しますね。新処置でインターベリーで、全然これの範囲で、よし、抗生処置。はい、大野さん。あ、しまった。はい、おはようございます。